新型コロナウイルスの二次感染者が韓国で初めて発生した。この二次感染者は、3番目の感染者と共に食事をしていたが、濃厚接触者より管理が緩い日常的な接触者として分類されたことが明かされた。これによると、二次感染者によって追加での感染が発生する三次感染の懸念が韓国にも広がっている。 疾病管理本部によると、二次感染者は6人目の感染者である56歳の韓国人男性で、去る22日ソウルカンナム区にあるレストランで3番目の感染者と食事を共にしていた。なお韓国メディアは、この感染者が訪れたレストランナも具体的に報じている。